はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、マルゼンのね、ガスブロー爆エアソフトガンワルサー PPKS とワルサー PPK、 この2つを今日はちょっとね、何がどう違うんだよっていうのをチェックしていこうかなっていう動画になりますんでね、よければ最後までまったりお付き合いください。でね、このお品物はどちらも当チャンネルのリスナー様ヒデ T さんから提供していただいたガスブローバックエアソフトガンになります。ありがたく使わせていただいてます。ということでね、まあついにね、2024年マルゼンからね、ワルサー PPK 無印ね、ジェームスボンドのあの銃がついにガスブロで発売となりましたんで、これね、待ってた人多いんだよね、きっとね。僕はね、手がでかいんで、どっちかっていうと PPKS の方がしっくりくるんですけど、この小指までちゃんとね、マガジンが入りきる。でもこれね、で待ってた人多いんだろうなというところで、いろいろ比べていきますんでね。じゃあこれ別な動画でもやったけど、 PPK って何っていうね、まあでっかく分けて3つあるんか、戦前戦後で分ける人もいるんで、その辺はまた詳しく調べてもらえばいいとして、この2つの他に PP っていうやつがあります。PPKS のフレームに長いスライドがついてた PP という、まあ、警察機関とかで主に使われてたピストルがありまして、その PP を携行しやすいようにめちゃくちゃ小型化しましたよと。スライドを詰めてフレームも切り詰めて、装弾数が減ったけど隠し持てますよっていう状態になったのが PPK なわけですね。でジェームスボンドが持ってて、でこの PPK があのアメリカに輸出できなくなっちゃってね、諸事情ありまして、まあ小型の拳銃良くないよっていう法律ができちゃいまして、その法律に合わせてアメリカに輸出するために、逆にね、 PP のフレームをつけちゃえば、まあフレーム分でかくなる、装弾数も一発増えるし、でスライドはコンパクトなままあの PPK のスライドでいこうよってなったのが PPKS なわけです。まあこの辺の詳しいことは僕は分かりませんけど、モデルアップされるのは PPKS が多いんだっけ。でざっくり言うと、今回新しくなった PPK はちゃんとスリムに作られてるよねっていうところと、グリップパネルがフレームの後ろまで全部覆ってるんです。でグリップパネルを外すとフレームの中は開放されてて、メインスプリング、ハンマースプリングが露出するんです。あとはランヤードリングがあるとか、そういうあのその辺の違いありますけど、まあざっくり言うと PPK ってこんな感じの違いがありますよというところですね。マニアックに行こうか。じゃあ外箱から見ていきますか。そんなチャンネルだよね。外箱はね、まあどちらも同じ外箱なんだけど、まあこれ多分ね、発売時期によって全然違うと思うんだけど、僕の元にあるのは赤と青の箱がありますね。赤い方は PPKS で、これはね、定価で9800円税別だった頃の外箱ですね。で、まあ今回新発売になった PPK の外箱は青いやつで、これがね、定価で12,800円、税込みで14,080円。なんとしたガスボロでこの価格ってすごいんじゃないみたいなところでね、とてもマルゼンさんに親近感を持てちゃう、この外箱一つでね。でまあこの PPKS にしろ PPK にしろ、ワルサー社正式ライセンスモデルということでね、外箱をバッと開けてもなかなか凝ってるという感じでね。で基本的な取扱説明書一緒なんですけど、それぞれに1枚ずつね、 PPKS は PPKS の、 PPK は PPK の、専用の説明書が入ってくると、でいろいろなね情報書いてありますよ。例えばね、新しい PPK の方にはね、装弾数とか初速 61.6mps、まあ、その辺書いてあります。発射数約30発って書いてあります。なるほど、そんな情報が、優しいねこの取扱説明。パッケージと外箱についてはそんな違いがあります。見た目、パッと見でね、マニアの方は全然違いがわかると思いますけど、パッと見でそんなわかんない、スライドが一緒なんで、こうやって持ってる状態だとね、あの違いがあんまりわからないかもしれない。でこれざっくり見るとね、なかなか各部こだわってるんですよ。でじゃあマガジンから行こうか。マガジンのね外観、こういろいろ様々違いますけど、 PPKS の方は
ワルサーのロゴの上に丸善って入ってたのか。キャル 6mmBB って書いてありますけどね。で、新しい本はワルサーのロゴの上に丸善の刻印はなくなってますね。スライドの形状は基本一緒ですよね。セレーションとかフロントサイト、リアサイトの形状、エキストラクター周り全然変わってないんですけど、スライド側面の刻印がねちょっと違ってますね。 PPKS の方は、まあ、PPKS の刻印の他にメイドインジャパンって入ってますね、ワルサーのロゴの下に。一方の今回新発売の PPK の方は、まあ、モデル PPK とキャル 7.65mm と書いてありますね。メイドインジャパンの文字はなくてプルーフマークみたいなやつが書いてあるね。プルーフマークでいいのかな。まあそんな感じです。じゃあスライドを反対側、PPKS の方はですね、これ JASG の刻印と 6mm ってのと丸善の刻印が入ってます。あとはシリアルナンバーだね。で、今回新発売の PPK の方はスライド右側にはねシリアルナンバーが打ってあるだけで刻印は入ってないと。で、チャンバーカバー、PPKS の方はチャンバーカバーに刻印はないんですけど、 PPK の方はチャンバーカバーにプルーフマークの刻印が入ってると、こういう違いがあります。フレーム部分、トリガー後方の平面部分にね、PPKS は何も刻印がないんですけど、 PPK にはライセンス刻印が入ってると。ここかっこいいよね。ざっくりのこの外観だけでだいぶこの PPK ね良くなって、この刻印だけ見てもねちょっとニヤッとできると思います。で、じゃああとは通常分解してみますか。通常分解はまあどちらも同じ方法ですね。あのスライド、トリガーガードをここ引き下げるとここがロックする部分になってるんで、この状態であのスライドを目いっぱい引き下げて後ろにねこんな感じで通常分解できます。このスライドストップのレバーはまあどっちも一緒です。通常分解した状態であのハンマー周りはもう全く同じだと思うんですけど、あとトリガーバー周りはやっぱりちょっと違いがあるのがチャンバーカバーの刻印で、新発売の PPK の方には外側にね丸善とかJASG の刻印はなかったんですけど、隠れた部分にね JASG の刻印が入ってると。こういう風にしてくれると本当嬉しいですよね。マニア心にニヤッとしちゃうと。あとはそのグリップパネルを取り外した状態のなんていうんですか、コッキングピースを支える十字のね金属パーツが入ってたんですよ、ワルサー PPKS の方には。でもそれがなくなって今回新発売の PPK の方はクロスのパーツの代わりにグリップウェイトと一体型になったコッキングピースを支えるパーツに変わってると、そういう進化を遂げてるということですね。まあ基本的にその核となるメカニズムがなんか変わってるかといったらそうではないとは思いますけど、そういう違いもあります。で、グリップパネルをパカッと外した状態だと違いが見て取れますよね。フレームのそこはまあにやりとできますね、2つを見比べて。で、グリップパネルなんですけど、新発売の PPK の方はフレームの後方までぐるっと囲ってるんでね、1本ロールピンが角に入ってますんで、あとビスがね中を貫通した状態になってます。一方の PPKS の方はあのそれぞれがフレームにビスを打つ、両側からビスを打つタイプですけどね、まあこんな違いがありますよと。あとはその変わってないな、ブリーチ内ももう同じだしね、スライドは同じなんだもんね基本ね、ということです。じゃあ性能チェック、まずは重量からやっていきましょう。 PPKS の本体、ね、276g で、マガジン込みで 377g という重量ですね。じゃあ一方の PPK278、 あんま変わってないぞ、むしろこっちの方が重いね。あのグリップパネルの中のウェイトの重量が効いてるんだと思う。スライドの重さ変わんないと思うからね。で、じゃあマガジン込みで374とか3と、まあ重くはないけど、重量差が 3g とか 4g とかそのぐらいしか違わない、そういう結果になりました。これそれぞれガスをね、まあ少々入れてあります。
この2つ。じゃあまず動作音量から見ていきますか。 PPKS の方ね、空打ちで、うん、106.4dB。 なるほど、 PPK の105.7dB ね、こんな感じです。リコイルで言うとやっぱりね、マガジンの分、マガジンがサイズがある分、 PPKS の方がリコイルはあるような気がするんだよな。ただ PPK は細いからさ、あのフレーム部分、グリップ部分がね細いから、体感的にはどっちもビシッとくるんだけどね。おいいね。あ、やっぱりそのリコイルの重さ的にはこっちの方が感じちゃうな、そんな状態です。じゃあそれぞれトリガープル測っていきましょうか。まあ一応フレームも変わってるんでね、もしかしたらトリガープルに違いがあるかもしれませんので、まずは従来の PPKS の方からシングルアクションを測っていきましょう。はい、 0.856kg。 なるほど。じゃあ PPK の方シングルアクションで測っていきます。お、0.547kg。 なるほど、そんな違うかな。あんまり違い感じないんだけど、あーなるほどね、こっちの方がちょっと粘るかもしんない。じゃあ次ダブルアクションで上がっていきましょう。従来のね PPKS の方ダブルアクションです。おお、ハンマーが持ち上がって、はい、1.568kg。 なるほど。じゃあこっち新発売の PPK の方、あ、ちょっと唐突かもしれない、でも 1.391kg、 大差はないんだけど、新発売の PPK の方がトリガープルがちょっとだけ軽いっていう結果になりましたね。ダブルアクションもね、どちらも、あ、確かにね、わずかに体感できますけど、新発売の PP の方がトリガープル軽いですね。そういう違いがあるということです。次は PPKS と PPK、マガジンの大きさが違うんでね、ガスの充填量がどのぐらい変わってくるのか眺めていこうというところです。じゃあまずは PPKS のマガジンの重量を測っていきます。 100.7g、 ここをゼロにしまして、ガスを吹き戻すまで入れてみましょう。はい、吹き戻しました。5.2g のガスが入ると。じゃあ次新発売の PPK のマガジン重量が 95.2g、 ここをゼロにしてガスをじゃあ吹き戻すまで入れていきます。はい、吹き戻しました。 3.8g のガスが入りました。こういう結果になりました。こっちはやっぱりマガジンがでかい分ガスの容量がちょっとあるね。 5.2g、 こっち 3.8g。 この2つで初速とね、まあ燃費でも測っていこうか。さっきねガスそれぞれ満タン入れましたんで、このマガジンね15発ずつ BB 弾入ってます。15発撃って、じゃあまた15発撃ってっていうのを繰り返してって、撃てなくなるまでやってみましょう。外気温はね 16.6 度、ちょっと涼しいんだよね。マガジン温度25度とか23度とか、このぐらいの環境になってます。じゃあまずはね PPKS の方から初速を測っていきます。 BB 弾はね 0.2g の BB 弾を使っていきます。いや緊張しますね。おお、 64.5、 64.81、 63.58、 63.09、 62.91。 おお、復活してる。 67.57。 なるほど、65.41、 60.1。 あ、打てなかったね。はい、こんな感じです。じゃあ新発売 PPK の方ね、初速を測っていきましょう。1サイクル目です。はい、やっぱり緊張するね。
まあ、バレルは一緒なんだけどさ。おお、 63.97、 64.2、 65.0、 64.7、 63.8 だ。 50.47、 48.7 で、なんとかホールドオープンしたね。これもうそろそろだ。じゃあ集計結果持ってきましたけど、あんまりもうほとんど一緒だね。まあスライドが変わらなくて、マガジンもそんなに変わらないっていうんで、ほとんど一緒だと思うんだけど、もうグラフ見てもらえば一目瞭然、同じエアソフトガンです。まあ変わんないよね。そうそうそうだな、もうすべからく一緒。平均の初速も 60.95 と 60.10 と、で最大の初速も 67.5 だな、 67 で、ほとんど変わらない、ほとんど変わらないよ。でただこっちの PPK の方が謎のその燃費の良さを発揮してるよ。これなんかなと思うけど、マガジンが短いで冷えやすい、冷えやすいからガスの気化がまあゆっくり、だからちょっとずつガスを節約しちゃってて多く打てたんじゃねえかなと思います。まあ、でも誤差の範囲だよね。もっとね、5発10発打てる数の差が出るのかなと思ったけど、グラフを見てもらえば一目瞭然です。全く同じ全く同じだよ。じゃあマルゼンのね、悪さ PPKS、PPK、お座敷シューティングやっていきます。どっちもね、ワンマガジンずつ18発ずつか打っていきます。で途中で噛み替えてやりますんでね。じゃあまずは PPKS の方から打っていきます。うお、ちょっと待った、たまに2発出たぞ。おお、なるほど、もういいね。あ、なるほど、癖がつかめればよく当たるけど、こんなもんか。バレルが短いのでちょっと連射しちゃったんでね、ガス圧があれかもしれない。おお、なるほど、痛くなしで震える両手で打ってます。ちょっともうガスが限界かもしれない、冷えが。おお、でも素直に飛んでくね。でホールドオープンしました、18発。まあこんなもんだろうねっていうところです。さてじゃあターゲットペーパー交換したんで、今度はねそのまま PPK で打っていきます。震える両手で打っていきます。おお、なるほど、はおお、これはどの辺に当たってんだ。ああ、でもよく当たるんじゃないこれ。おお、体が慣れてきたなこれ。あ、うん、でもちょっとね、こうお座敷シューティング会場寒いんでね、ものすごく冷えちゃって厳しいかもしれないです。おお、お、はい、じゃあ18発打ちました。まあまあこんなもんだろうなって感じですけど、後でじっくり眺めましょう。PPKS のマガジン、あの PPK にちゃんと入るっていうね。でちゃんと止まるっていう、で1段分こう下に来るだけで、ちゃんと使えますんでね。こうでホールドオープンもかかると、これでなんかどうなんすかねみたいな、こんな状況にもなります。
丸善ガスブローバック PPKS と PPK、 お座敷シューティングの結果を眺めますか。ザーン。どうだろうね、そんな大差ないな。こっちが PPKS で、こっちが右側が PPK なんです。あのグルーピングは変わんないです。で、性能も変わんないね、ほとんどね。こういう結果です。命中精度としてはまあどうだろうね、これあったかい時期だとまた全然違うんだよね。マガジンの冷え方が全然違ってね、初速がの変化が大きくなっちゃうんで、そのね、ホップのかかりがどうのこうのとか、初速が変われば弾道変わる、まあ、こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。マルゼンガスブローバックエアソフトガン、マルサー PPKS と PPK をまあマニアックにというかね、細かくチェックしてみましたけど、面白かったね。面白かったのはその燃費ね。この短いマガジン PPK のマガジン、こっちに燃費良かったんだよね。あのたまたまだと思います。両者完全な箱出しではないのでね、 PPKS は本当全部バラしてあるんで、ちょっと違いが出たかもしれませんというところでした。いや、いいね、やっぱり PPK ね。多分ね、だいぶこだわったと思うんだよな、刻印とかさ、こういうところ。マルゼンの文言をできるだけ表に出さないとかね。で、チャンバーカバーとかにこうプルフマークが入ってるとかね、かっこいいよ。それでいて、1万5000円を切る税込みでね、税別で定価で12,800円。これすごく良心的な価格で出してくれて嬉しくなっちゃうよね、というところです。目いっぱいやりましたよね。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。いいね、やっぱりビシビシリコイルが来て楽しいです。ということです。